どうも皆さんこんにちはです。今日はね、大相撲5月場所3日目ということで、昨日は動画の更新をちょっとお休みして、その代わりライブをしました。私のこのアミタの相撲チャンネル登録者数が3万人を超えたということでライブをしていました。引き続き皆さん応援してくださる方もしてくださらない方もよろしくお願いしますということで、3日目見ていきたいと思いますが、まあその前に休場力士がねどんどん増えてきましたね。昨日は横綱照ノ富士、そして貴景勝が休場発表しましたが、今日はなんと高安休場ということで、高安お前もかみたいなね、もうほんとブルータスお前もかじゃないけども、今日からね休場になっちゃいましたね。昨日高安ね、大の里に勝ってやっぱ強いなとか思ってた矢先、これですから、もう分かんないね本当あの人はね。まあその代わりといっちゃなんですが、明日の4日目から十両の北の若島津海、この2人が出場予定みたいですと。ということで今日の相撲、まずは十両一番最初の取り組みから見ていきましょう。新十両の土地大会、対戦相手は千代丸ということだったんですけども、土地大会が千代丸をいい相撲で下して3連勝としました。立ち合い当たってからはずにね手がバシッと入った、もうこれは一気に出るしかないと思って一気に出ての勝利。土地大会ね、幕下で長く苦しんでいましたが、十両に上がった今場所はなんと3連勝スタートですよね。まあ、初日2日目の相撲はまあ引いて勝っていて、内容的にはどうかなって感じだったんですけども、今日はね、やっといい相撲だったんじゃないかなと思います。そして次も新十両力士ですね。大野勝、対戦相手は王将海ということだったんですが、大野勝強いですね。今日当たってすぐ左四つになりました。左四つになったんだけども、大野勝の方が下手も上手もがっつり引いていて、大将海は左の下手しか取れていないというところで、じっくりじっくり寄っていっての寄り切りという、まあ万全の勝利でしたね。立ち合い当たってから左入って、その後ね、まあ足がやっぱ早かったですね。四つに組み合ったら大野勝の方が体でかいだろうし、やっぱり両回し取ってる方がね断然有利と。大野勝強いですね。ここまでまだ3日ですけども、僕場所前のね優勝予想、十両の優勝予想でもちょっと大野勝ありそうだなというふうに言いましたけども、なんかねこの感じだと現実的になりそうな気もしましたね。そして次の相撲、千代栄対白鵬鵬の一戦ですね。白鵬鵬、昨日腕を怪我して、まあ、ちょっとブチッと音がしたみたいなニュースが出ていました。それがね、今日実は二頭筋、上腕二頭筋、左手かな、右手か、断裂していたと。もうこの辺ですよね。この辺がブチッといってしまったと。まあそういう状況でも相撲を取っていたわけなんですが、まあやはりねその怪我の影響もあり、そして重量も甘くないということで、今日は千代栄が、まあ、終始攻めていましたね。まあ白鵬鵬からしたらねやっぱ回しを取りたかったと思うんですけども、千代栄がうまくこう手を伸ばしてね白鵬鵬に距離を取って、押し込んでいきましたね。白鵬鵬もね下からやっぱこう我慢してはいたんだけども、ちょっとやっぱり相手のペースでしたね。まあ右腕が動かないと、今日もね相撲を取った後かなり痛そうにする仕草はありましたけども、まあ、この上腕二頭筋というのは、まあ、なかなか厄介なところと、やっぱり、ね、力が入らない、ちょっと白鵬鵬ね心配ですね。まあ、それにしても千代栄いい相撲だったんですけども、白鵬鵬ね、心配ですね。そして十両次の相撲は輝対若隆景の同級生全勝対決、まあ、まだ3日目ですけどということだったんですが、いやー今日は輝がなんか圧倒しましたね。立ち合い当たって手を伸ばしていってどんどん攻めていく、
若隆景は受けて回り込むのが精一杯ということで全く何もできず、輝きの厳しい相撲でしたね。こんな相撲まだできるんだとか言ったら失礼だけどもね、えなんか最近ずっと元気なかったというか重量に落ちてね、なんか長い輝きですけども、今日は気合入ってましたね。非常にいい相撲だったなと思います。まあずっと幕内でね長くやっていた両者ですけども、若隆景今日は何もできませんでしたね。というか輝きがめちゃくちゃ良かったですね。さあそして次の対戦はこちらも好調、十両に落ちてきた遠藤関と筋肉マン朝交流の一戦だったわけなんですけども、際どい相撲でしたね。はい、立ち合い左四つに受けに行く遠藤関に対してかましていく朝交流、立ち合いの圧力はね遠藤関の方がありましたね。一気に前に出ようとしたところ朝交流が思いっきりバンと引きましたね。これには遠藤関かなりバランスを崩してしまったんですが、朝交流もねこの避けた反動で土俵際に自分から行ってしまったので、遠藤関はそれを追いかけていくという体勢でした。ただ土俵際また朝交流が今度は反対にガンとね避けましたね。遠藤関これには食らってしまってああと思ったんですけども、朝交流ももう死にかけだったということで、まあ、ほぼ両者同時に土俵から出ていくという感じとなりました。軍配一旦朝交流に上がって、まあ、パッと見た感じね朝交流の方がまあなんか攻めて仕掛けたみたいな感じだったんですけども、まあ、審判団協議の結果軍配差し違いで遠藤関が勝利となりましたね。遠藤関3連勝素晴らしい、動きもいいし今場所はもしかしたらね十両でかなりいい成績を残すかもしれませんね。幕内最初の一番は今場所幕内にしっかりと戻った宝富士関ですね。狼雅との対戦、左四つの宝富士対右四つの狼雅という一戦だったんですが、やっぱ流れの中でね宝富士さんがうまかったね、この右をグッと振って相手の体のバランスを崩したことによって左四つになれましたね。左入るとやっぱまだまだ強いということで、まあ、狼雅はね右四つが得意なのっていうのもありますけども、うまかったね。とにかくこの右をグッと振ってそして隙を作って左刺した、まあ、ここがね勝利につながったんじゃないかなと思います。そして次の一戦こちらも注目、新入幕の欧勝馬、対戦相手は友風という日体大出身の力士同士の対決でしたが、今日は欧勝馬が張っていきましたね。右張ってで左差しに行くんだけどそれが失敗したので、うん、ふわっとした立ち合いになりましたね。ただその後欧勝馬が左のね上手が早かった、前みつが早かったのでこれを掴んで出し投げで崩しての勝利ということで、欧勝馬が3連勝となりましたね。こちらも僕も気になってましたけど、欧勝馬やっぱり体が大きくて力強いのに、そのいうその体型の人がするような相撲じゃなくてちっちゃくねこう頭つけてっていう相撲を取るんで、やっぱりやりづらいと、初見殺す性能はあると思うので、今場所はねこの後も結構勝つんじゃないかなと思っています。そして次は人気イケメン力士同士の対決でしたね。竜電対錦富士ということで、まあ、共に大人気の力士ですけども、竜電がいい相撲でしたね。我慢して攻めました。立ち合い左四つに組んでその後は錦富士の方がね、まあ、もろ差しになったりとか、まあ、ペース握っているのかなと思ったんですけども、まあ、竜電さん苦しい体勢になってね左の下手深く入られたけども、我慢してよく耐えましたね。かなり 深くね下手を取られていたので苦しかったとは思うんですけども、本当に最後まで我慢して最後は右の上手でゴロンと投げましたね。やっぱりこれあっぱれですよ。いや竜電さんここまで深く入られたけどよく力抜かず我慢して最後投げましたね。
さすがモテるイケメン力士って感じです。そして次の一戦はこちらも今場所非常に調子が良さそうな金峰山対一山本、突き押し対決となりました。金峰山今場所は非常にね、立ち合いから手が伸びていて、まあ、いい相撲で勝っています。今日も立ち合いから押し込んできましたね。まあ、その後一山本がうまく下から押っつけて押し返すんですけども、土俵際で一山本が足がね滑って下に前のめりになってしまったところをうまくこうバンとね右からいなしての勝利となりました。まあ金峰山勝った後ね、危ねえみたいな顔してましたけども、まあこういう勝ちもね拾えるっていうところで今場所かなり星を伸ばしていきそうな感はあります。そして次の一戦、湘南の海対琴勝峰の一戦ですね。湘南乃海今場所はなんかどっしりしているなという感じでした。立ち合い左四つに組みに行く湘南乃海なんですけども、琴勝峰がね、まあそうはさせませんでしたね。右四つに組んで、さらに琴勝峰の方がね回しも早かったし、まあ、体勢的にはね琴勝峰の方がいいかなと思ったんですけども、やっぱ体の圧力、これが湘南乃海の方がありましたね。胸合わせて不十分な体勢だったんですけども、ぐっと寄っていきましたね。ただうまかった、うまかったのが湘南乃海の左手ね、組んだ時にガッと押っつけて相手の下手を殺しつつ自分の回のをガンと返してね、まあもちろん基本なんですけども、やっぱりこういう基本をしっかりすると勝利につながるなという感じでしたね。非常にうまかったと思います。腰の使い方うまかったね。さあそして次は錦木対御嶽海という、御嶽海何今場所ついにやる気出しましたか。強い立ち合いだって、もろ差しになって一気の寄り、押しの重い錦木さんに何もさせずに勝利となりましたね。強いね御嶽海。今日は寄りも良かったんですけど、立ち合いがねうまかったですね。右しっかりこう押っつけて左を固めていくということで、錦木さんの立ち合いのね手を完全に殺して何もさせなかった。そして自分はガンともろ差し、そして腰をぶつけていくのがうまいですから、いやーこれが恩恵を出した御嶽海、期待したい、このままいってほしい。そして次の一番、阿武咲対宇良の一戦ですね。宇良は今場所非常に調子いいんですけども、今日の対戦相手は押し相撲の阿武咲ということで、立ち合いから阿武咲一気にね手を回転させて突っ張って攻めていきました。当たって突っ張って攻めていくんだけども、裏右から肩透かし、うまい、もう緑富士張りの肩透かしでしたね。やっぱこう土俵際での身のこなし、思い切りの良さ、素晴らしい。もう裏3連勝強いね。今場所躍動してますね裏ね。次は大野里対翔猿の一戦ということで、今日の、まあ、密かな僕の注目の取り組みでした。まあいわゆる小兵と呼ばれる翔猿、まあ、相手の動きに合わせて何してくるかわからない、動きもいいので、大野里どういう風に行くのかなと思っていました。思いっきりぶつかっていければもちろん力では勝てるんでしょうけども、なかなかそれもしづらい相手というところだったんですが、大野里今日は小兵力士が一番嫌なことをしましたね。まず翔猿は左ちょっと頭下げながら代わりに行くみたいなね、腕を取りに行くみたいな、そんな立ち合いで相手の立ち合いの威力を殺しに行ったんですけども、大野里いつも通りの立ち合いでしたね。いつも通り吹っ飛ばしに行く立ち合い、これもうこれがやっぱね一番嫌なんですよね。小兵力士からしたら、もう勢いつけて来られたらそれは単純な押し合い不利ですから、それをやられるのが一番嫌。相手をもっと警戒してきた欲しかったとこなんですけども、翔猿からしたら大野里が思いっきり来たということで、もう気がついたらね土俵際になっちゃいましたね。まあ、その後大野里と右を差して、翔猿もねなんとか自分の右手を使って耐えようとするんですけど、大野里休まない、圧力かけて圧力かけて、最後はしっかり左手もガッと押っつけに使っての勝利ということで、大野里完勝でしたね。まあ翔猿としてはなんとかして動きを止めて、なおかつ刺されもしないという体勢になっ
って、そっからが勝機というところだったんですけども、大野里は気にせず突っ込んでくるし、右さ刺されるしということで、まあ翔猿としてはかなり苦しかったでしょうね。大野里快勝で2勝目としましたね。そして高安休場のため阿炎不戦勝で、最初は若元春対豪ノ山の一戦でしたね。立ち合い当たった後、豪ノ山がね手を伸ばしてなんとか攻めていこうとするんですが、若元春はねうまくこう相手に対処しましたね。相手もよく見ていたし、動き回って、まあ、土俵際ちょっと危なかったんですけども、まあ、割と余裕ある寄りだったんじゃないかなと思います。土俵際で相手をかわした後は豪ノ山がもうバランスを崩してくれたので、そこを一気に攻めたということで、若元春が2勝目としましたね。いや落ち着いていたんじゃないかなと思います。まあ組めはしなかったんですけども、組まずにやはり押し相撲相手に勝利できると、さすがの若元春って感じですね。最初の大関は琴櫻、対戦相手は今場所も元気な平戸海ということだったんですけども、琴櫻が今日はうまく対処しましたね。立ち合い当たって手を伸ばして平戸海は距離を取ろうとしに行きました。まあ捕まったらやっぱり終わりですからね、なんとか捕まりたくないということで距離を取って手を伸ばした下から攻めていくんですけども、琴ノ若左のね上手ちょっと遠めだったんですけど、これが早かったの。この左を取って引きつけて最後は体をぶつけての勝利ということで、まあ、完勝でしたね。今日はいい相撲だったんじゃないかなと思います。こうやってねガンガンと手を伸ばして距離を取ってくる相手に受けて受けて回しを取ってすぐ勝利するということで、まあ、これは貫禄の相撲ですよね。もうこれはもう文句つけようない琴ノ若の快勝だと思います。そして次の一戦は大関豊昇龍、対戦相手は大栄翔ということで、豊昇龍は僕優勝候補の大本命にしたんですけど、まさかの2連敗スタートということで、どうしちゃったのということだったんですが、2連勝の大栄翔相手に今日はなんとか勝ち星を拾いました。立ち合い今日はね左を差しに行きましたね。左を張ってから差しに行ったんですが、大栄翔も差させない、手を伸ばして距離を取る距離を取るということだったんですけども、今日はね大栄翔がちょっと上突っ張りになったところを差してというか、ハズに手をかけて、そしてそのまま一気に体をぶつけていくということで、まあ、ここ2日間ね、初日と2日間負けましたけども、うん、やっぱりね、体の状態っていうのはこうやって見てるとね、悪くないのかなと思いますね。大栄翔相手にこれだけの体のね、動きを見せて、動いての相撲ですから、回しも取れていないのに、しっかり勝ってるということで、まあ初日2日目はちょっとなんかの間違いというか、噛み合い的なね、まあ、昨日の阿炎の顎に入ったのとかもそうだけども、まあ最悪かける最悪みたいな感じで連敗しちゃったんだと思うんですけど、体の調子自体はやっぱね悪くないのかなと思いますね。こっから豊昇龍期待したいです。そして結びの一番、熱海富士対霧島の一戦です。霧島もほんとね苦しい土俵が続いています。昨日勝ったとはいえもうバタバタした相撲でした。今日もそして熱海富士が強かったですね。立ち合い熱海富士当たって一気に前に出ていく、霧島は当たった後にすぐこうねはたきに行ってしまうんですよね、飛びながら。そこをついてこられての熱海富士の勝利ということで、霧島なんか何してるのって感じですね。まあ、それだけ熱海富士の圧力があったということなのかもしれないんですけども、いやーダメですね、消極的、攻める姿勢がゼロ。もうこんな弱い霧島見たことないっていうぐらい弱いですね今場所。てかこの相撲が本当に弱い。もうなんかねこんなのね本当ねもういいとこないですよ。当たってすぐ避けて自滅と、こんなことねしたらどこの誰どんな指導者でも小学生でも中学生でも高校生でも大学生でも力士でもこの相撲を見たら指導者はあのね怒ります、はい、もうそれぐらい最悪な相撲で擁護するとこもない。もう
ほんと終わってる霧島。この相撲を見てね、ちょっとがっかりしちゃいましたね。こんな相撲しちゃいけないでしょ。もちろん熱海富士が強くて、まあ、その圧力でっていうのはあるけど、それにしてもちょっとがっかりするような相撲でしたね。まあ、調子良くないのかね、首のね。でも稽古ではガンガンしてたんだけどな。なんかなんだろうね、霧島も。やっぱ先場所なんかね、無理して出たことで、まあ、5勝10敗ということで、まあ、先場所も熱海富士には負けてるんだけども、やっぱり他の力士がね、勝てると思っちゃったのかもしれないね、霧島に対して。霧島に勝てるかもと、なんかそういうなんか心のなんて言うんだろう、障壁みたいなのがなくなったのかもしれないね。なんかいや意外といけるじゃんみたいな、頑張ればいけるじゃんって、なんかそういうなんて言うんだろうな、相手にこうビビらすみたいな、絶対勝てないと思わすみたいなものが先場所の5勝10敗でなくなったのかもしれない。実際やっぱり相撲で対戦するときに相手をビビってるかビビってないかって大きいと思うんですよ。実際僕もやっててそうだったし、こいつには勝てるんじゃないかなと思ってやるのと同じ相手でもね、うわ勝てないな、強いだろうなって思ってやるのじゃやっぱり自信も違うしね、動きも違ってくると、まあそういったものがこの5勝10敗先場所のね、なんかいわゆる、まあ、いわば大関としてちょっと1枚フィルターかかってたところが、まあ剥がれてしまったのかもしれませんね。まあ、相手がねやっぱビビらなくなってきたらどんどん前にも出てきますし、なんか負の連鎖に入ってる気がしますね。やっぱ先場所怪我をして出たのは立派なんだけども、まあ、それによって10個も黒星を献上してしまったと。それのこう手痛いなんて言うんだろうな、反動が来ているのかなと。まあちょっとオカルトっぽいけど、そういうのってあると思うんですよ、実際はね。まあ、そういうのがあるのかなと思います。そしてこの一度失ったフィルターをね、またこう取り戻すと、相手をビビらすというのは、まあ、なかなかね時間かかりますよ。こいつには勝てるんじゃないかとやっぱ思われたら大変ですからね。霧島今場所も苦しい場所が続くと思います。はい、ということで大相撲5月場所3日目が終わりましたね。上位に全勝はいない、三役以上に全勝はいないという、まあ、なかなかいきなり混戦もどうなるかわからないという感じなんですけども、まあ、個人的にはやっぱり気になるのは幕内では欧勝馬、そして金峰山、御嶽海、この辺りかな。まあどうなるかわかんないですけどね、また明日からもチェックしていきたいと思います。ということで終わり。アディオス。